柱の日ですね。うん、まあ、真ん中のはね、この日をですね、まあ、移転した時の、まあ、記念碑みたいなものですね。なのでこの両脇の2つ、まあ、松井田町指定重要文化財、もうすでにね安中市になってますよ。読めますかね、これは難しいですね。いや、2文字目ですよ、2文字目。まあ下の方は金山古賀でよろしいんですかね。まあ、こちらがね、金山古賀さんですね。まあ、いつ頃の人かなということなんですけど、まあ、ちょっと薄くてね、もう、ところどころっていうか、もう全体的に読めないというか、これ、記念名、慶応三祭ってありますよね。まあ、2月。まあ、何をされた方なんでしょうね。ちょっとわからないですね。そしてね、こちらの、まあ、朝日さん、朝陽さん、ありますよね、御名の序。ここに、医、その術、まあ、医術って書いてありますね。あ、年号。安永4年、まあ、3月みたいな感じで、でそこには天保6年の7月みたいな、まあ享年61歳。この9年11月に建てたんですけど、この上の部分がないですよね。不思議ですね。そしてまあ、こちらはね、まあ、このお二方の日がここへやってきた経緯ですよね。国道18号線大和田新堀、まあ、建設省の行為によりとか、まあ、移転したと。
まあ、昭和41年の3月、41年10月ですね、10月、まあ、このようなものですね。まあきっとね、まあ、国道18号線ができたので、まあ、ちょっと道路にかかってしまったんで、まあ、建設省の行為でここに移転させてもらったみたいな。まあ、ちょっとね、下調べが不十分だったので、まあ、またテロップでね、補足させていただくということで。こちらの部分にはね、まあ、説明板はあることはあるんですけど、もうこちらも、まあ、判読不能なんですね。京都の医師とかね、一生独身でとか、当氏。松井田の、まあ、右側、まあ、松井田場かな、そのようなところどころしかわからないんで、まあ、これが本当に読めるとこのお二方の人となり、まあ、略歴が分かったんですけどね、まあ、ちょっと残念ですね。はい、このような日、もう名前からして難しいもんね。まあ重要文化財にね、まあ、指定されたのは昭和45年の12月18日ですね。このような場所が、ま、松井田町、ま、新堀になるのかな?にございました。ご視聴ありがとうございました。